おめでとう。ありがとうございます。お、焼け岳が。はい、こんにちは、カッパパです。はい、見ていただいた通り、ここは上高地です。今日からね、2日間、秋の上高地、キャンプで楽しみたいと思います。はい、こんな感じでね、カラマツがまさに黄金色に輝いてます。ここら辺からね、小梨平のキャンプ場に入ります。うん、結構来てるね。はい、じゃーん、はい、岳沢ですねこっちはね、川沿いの天場なんですけど、さあどこに張ろうかね。まあね、とにかく絶景なんで、目の前がね、素晴らしいです。もう見てるだけで十分ですね。はい、でね、テントの場所決まりましたんで、もう早速張っちゃいましょう。このね、小梨橋のここですねカドッチョ、結構ね、まあみんないいとこ張ってるんでね、ここしかないんで、ここに張りたいと思います。目の前がね、岳沢です。まあやっぱここら辺が一番こう人気なのかね。まあ、目の前がね、すぐ河原ですから、まあ、河原のベンチでね、佇んでる方もいらっしゃいますね。なんかね、すごく肉を焼いてるような大丈夫かね。ねえ、あの辺でこう熊がね、去年出てきて大暴れしたんで、ちょっと不安なんですけどね。はい、ということでございましてね、これが、まあ、毎度おなじみ不人気テント、ダンロップの山岳テント VS30 です。同じ天場でね、ダンロップを見かけることって少ないんですけどそこにありますね。あれは VS20 ですね。うん、まあ、ちょっとね、親近感を覚えますね。はい、はい、ではね、開けてみますね。はい、ではね、中に入っていきましょう。はい、お邪魔します。よいしょ。はい、はい、じゃあね、内側から閉めます。はい、でね、あの内張りのこのジッパーのところ、これ二重になってるんですよ。このジッパーを開けてやると、まあ、ここ網戸になってます。まあ、こんな感じでね、まあ、全面網戸になってるんで、まあ、夏はね、これ意外と涼しいです、これ全開けしてると。で、まあもちろんね、ここもジッパーで閉まりますから、まあ、僕ね、夏小瀬沼キャンプなんかやるときは、まあ、暑いんで、ここ開けたままにしてます。
で、まあ山岳テントですから内側に余計な装飾も何もないんですけど、あの汗で濡れたものとか、あとはタオルね、絞ったやつとかをかけとくのに、これね細引きで、まあ、一応こんな風に貼ってましてね、僕一人だったらどうでもいいんですけど、まあ、株ママがいるんで、まあ、着替えやね、あとはまあいろいろランタンが必要なんで、これ先日僕の動画で紹介しましたブラックダイヤモンドのジップですね。ジップ、最大200ルーメン、非常に明るいやつ。実はね今日ジップのデビューです。ちょっとつけてみましょうか。おお、明るいね。まあ、テントはね、まあ、ここ地べたはちょっと砂利っぽいんですけど、その上にグランドシート引いて、でその上にこのダンロップのテントを乗せてます。ですので、まあ、ちょっと触るとこの砂利のボコボコが分かるんですが、このサーマレストのマットを引いてるともうほとんどそれが気にならないですね。サーマレストを引いて、まあ、こっちが頭で、ね、枕側で、こっちが足元側なんですけど、まずね頭側の方はこれね、もう僕ボーイスカートやってる頃からこういうの使ってるんですけど、あの組み立て式のボックスです。非常に軽いです。これ紙でできてますからね。替えのメガネとか、あとはこれ GoPro の電池、 iPhone 用のモバイルバッテリーですね。これは膨らませるタイプの枕、あの小物をねこん中入れとくと、あの散らばんなくて楽です。これ100均でね、まあ、100円で売ってるやつです。あとこれがね、あの鍋とかカップとか皿とか、そういったものをひとまとめにしてます。でここにあるのは、まあ、テント張りましたんで、そのテントが入ってた、まあ、袋とかね、そういったものをひとまとめにしてます。あとこちらがね、外のバーナーですね。 ST330、 これ100均のケース、これぴったりなんで、これに入れて持ち運んでます。はい。でね、今度足元ですね。もう基本的にね、僕ねテントの中入っちゃうとザックからね物は全部ね外に出すんですよ。ですのでここに75リットルのバルトロがありますけど、この中身はもう空っぽです。ぺっちゃんこにして、まあ、この上に足を乗せて寝るようにしてます。だからねもう全部出しちゃう、それが一番いいと思います。で出したものの中でこれがね着替えですね。まあ、一泊なんでね、そんなないです。それとこれがあの中綿のジャケット、あとこれがねフリースですね。でこれがね、あのテントシューズって言いましてね、いわゆる象足、この木梨平がどんなに冷えるかよく分かってるんで、これねダウンの靴下なんですよ。かわいいでしょ。ここはね防水になってて、こんな感じ、ね、ほらこんな感じ履くんです。雪の上だったらこれでねパッパッパって歩けちゃうんです。寝袋入ってても冷えるのは足元からなんで、これ履いてるとね極端なことで寝袋1枚分ぐらい違うかもしれないですね。はい。それとね、シュラフ寝袋に関しては、今日はね南ガのオーロラまではいらないので、モンベルの800のね、2番を持ってきました。でこれはねコンプレッションバッグなんで、ギチギチにねボンレスハムみたいにギチギチにしてこうちっちゃくしてます。はい。それでね最後ねこれですね、ちっちゃいテーブルです。重さ 65g、まあ、こういうねマットの上で直接食べるっていうのも、まあ、そういうのも天白はありなんだけど、とりあえずこれ一つあると非常にカブママも喜ぶんで持ってきてます。今6時半過ぎたぐらいなんですけど、今日特に歩いてないんだけど、まあ、決まりがつかないんで、まあ、一杯やって
なんか食べようと思います。乾杯しようか。はい、じゃあとりあえずね、すんげえ寒いんだけどまあ、うちこれじゃないと決まりつかないんで。赤川高専の時と一緒だね。あ、泡でなんだかわかんない。赤岳高専スタイル。よし、じゃあ、はい、お疲れ様です。いや、肉美味しかったね。焼肉、テント内で焼肉。はい、続いてはね、こちらです。龍ヶ岳に引き続いてね、はい、この古ぼけたアルミ鍋が活躍してくれます。ちょっと中身はね、こちら、湯気も立ってきた。ちょっとチラリしていい？おお、すごいすごい、なんかすごいいい匂い。おお、なんだ？はい。まだできてないけどね。これ何ですかこれ？博多もつ鍋。いやすごい匂いだね。美味しそうだね。さあ、火を止めましょう。はい、オープン。すごいね。うわ、めっちゃくちゃいい、ね。はい、ありがとう。
ました。替え玉欲しいね。